はい、こんにちは。札幌占い病院細胞会社の後藤です。今回は、ブリーチをしてカラーをしてカットをする感じ、2時間ぐらいかな。バックがちょっとこういう状態なんで、まあ後ろちょっと切っていこうかなと。あとモデルさん結構首がすっきりされてるので、結構通常通りカットしちゃうと短くなりすぎちゃう可能性があるので、まあ僕はそういう場合は、まあちょっとどの長さにするかっていうと、ここを取って、ちょっと後ろに結ぶじゃないけど、こういうふうにタワーをポニーテールじゃなくて、こう2つ結びみたいな感じで取って前に持ってきて、長さのイメージをこう作ります。で、どこの長さがモデルさんに似合うのかなっていう部分をちょっと選んでいったりとか、シェアをしていくとちょっと分かりやすいんではないかなと思います。その時は後ろ、真後ろに、真後ろ45度ぐらいですかね、持ってきていただいて、それを前に持ってくるとちょっとそのイメージつきやすいんで、こういう感じですね。だから短くなってこういう感じになるよね。多分その右の人だったらこんな、すいません、右の人だったらこういう感じ。もうすごい首がすっきりされてるからね、やっぱり確かにちょっと短いのはすごい多分かっこよくて似合うとは思うんですけど、ちょっと違和感ありそうですね。可愛くなりすぎちゃう。この辺の方がいいかもしれない。大丈夫ですか？はい。じゃあこの辺で長さはちょっと決めていきたいと思うんで、あと前髪がもうあるんで、ちょっとそこですよね。一つはこう七三分けでなってる番組のやつなんで、あれイメージですかね、あれは長さの。そうですね。そうしたいわけじゃないですか。そうしたいわけではないですね。ああ、そうなんです、ね。そしたら前髪結構あのポイントでザクザクって切ったりとかして、ちょっとおしゃれにして、はい、あとこっちをこのぐらい長さに切ってあげる感じがいいと思うんですよね。で、今日のモデルさんのポイントは僕が見た感じだと、すごいすっきりここがされてるので、あのここが張って見えるんですよね、こういう風に。で、普通に通常通り削いでしまうとここがどんどん張ってしまうんで、ここの A ラインをうまく作っていって、下に重さを出していった方が、なんかどうやってもこうくびれやすいと思うんですよね、彼女の場合。過去にそういう経験ないですか？あります。こうしたくないのにくびれちゃうってないです？あります。そうですよね。多分通常美容師さんで削がれるとそういう風になる髪質なんですよ、なる骨格なんですね。で、そういう方っていうのはどこを調整するかっていうのは、やっぱりちょっとある裏技を使っていくことによって、ここの A ラインがタイトになって、ここがもっとバランスが良くなるんですけど、やっぱりどうしてもやってほしくないのにこうなると、最後ね、なんか私思ってるのと違う、でアイロンでブローしたらなんとかなるけどこうなっちゃうみたいなことが非常に多くて嫌だったんではないかなっていうふうに思うんで、そこを回避していきたいなと思います。はい、っていう部分で、ゴール地点のカラーは結構明るめ のほぼ白っぽいやつのピンクだったんで、僕ちょっとそこはできないって断ったんですけど、まあ、1回のブリーチでだいたい1時間か2時間で終わらせていくカットカラーになるとちょっと結構忙しくなっちゃうので、ワンブリーチでできる範囲でっていう感じにさせていただきます。時間の関係上でカラー先にして、まずブリーチから入ってくるような感じになります。ブリーチ剤、これ混ぜてから入れた方がいいので、混ぜてからムササビを入れております。 2% ぐらいこれに入れてます。あんまり入れると減力になっちゃうので、このジャンボフォームで塗っていきます。で、塗っていく理由としては、根元の方はなんかメッシュみたいな感じでして、毛先の方はなんていうのかな、ちょっとしっかり染めるみたいな感じで、ちょっと見てていただければ簡単に分かります。あのコームをこうスイングしながら、見えてますでしょうかね、コームスイングして、全体に塗布していきます。これ実際ハケで塗るよりもしっかり塗れてないんですね。ということはダメージもちょっと抑えながらっていう感じなので、全部が全部染まってるわけじゃなくて、プリンになりやすいのを、またあのモデルさんが次回今日プリンを作ってしまうと、どうしても
すぐそれはプリンを直しに行かないとダメだったりとかするので、多少伸びてきても大丈夫なようなベースをまず作っていきます。はい、地点を90度にしてフォームアップしながら根元の方を細かいメッシュでつなげていきます。で、この時に顔周りあまり攻めなくていい、顔周り適当で大丈夫です。なぜかというと顔周りやりすぎると結構派手に見えちゃうんで、結構黒い毛が残るぐらいで、やった方が結構いいんですよね。強いんで結構ダメージになったりとかすることがあるので、そこは気をつけてください。ということでブリーチ終わります。それで終わりですね。根元は結構黒いところがあるんですけど、これはこれで全然 OK なんで、ブリーチが終わって、シャンプー台の方でちょっとカラーを塗ったんですけども、今回のカラー何使ったのかっていうと、コレストンの8-68ピンク系の色ですね。あと14-6のバイオレットを結構使ってます。薄めですけど、その2つを1対1で混ぜたもので今全体につけました。ただベースがやっぱり思ったよりも抜けてないので、もうちょい抜ければもうこの色でドンピシャかと思ってたんですけど、まあちょっともしかしたら後でね、ピンク系が色がどう出るかわかんないんで、ちょっと足すかもしれないですし、ちょっとその時の状況で考えます。この時点でまだ1時間弱ぐらいなので、で、今塗ったんですけれども、根元の方が、ちょっとそうだね、毛先に色がちょっと溜まってた、ティントがちょっとついて溜まってたので、根元の方が明るくなる可能性があるので、根元の方に少しだけ残液に対して、この A ミックスをちょっと入れます。で、残液に対して A ミックスで、ムササビトリートメントもともとこれに入ってるので 2% 配合しております。で、A ミックス入れて、それで根元を塗ってちょっと放置して様子見ようかなという感じの流れですね。で、根元 A ミックス入れる理由としては、根元もちょっとトーン下げたいで、そうします。ちょっとアッシュ、オレンジっぽくなるのが嫌なので、ちょっとアッシュ系をちょっと入れて見てます。ここは根元からもうバツッと塗ってっちゃいます。塗りムラがあるとそこだけ色が変わっちゃうので、もうここは本当に簡単にパパッと塗ってください。皆さん、9月になったら上海に行ってきます。なんで？旅行です。旅行ですか？そうです。上海？上海ディズニー行ってきます。いいな。マジか。偽物の方じゃなくて？大丈夫です。本物のやつ。本物の方で。いいな。楽しそうっすね。でかそう。あ、大きいらしいですよね。絶対でかいよね、仕事。いいね。楽しそうなんですね。楽しみです。海外自体初めてです。あ、いきなり中国行くの？そうなんです。おこれレベルが。大丈夫かなと。大丈夫ですよ。結構近代的ですよ。あ、そうなんですね。はい。偽物のミッキー出てきそうだけど、そこはね。そうですよね。ディズニーとかにドラえもん出てきそう。なんか偽物はすごかったからさ、ディズニー関係もさ、だったらもう作っちゃおうぜってなったのかもね。偽物あるくらいだったら、もう先にもう。確かに。うん。
なんかその地域のなんかアイテムとかあって良さそう。そうですね。ディズニーランドとかもなさ、ディズニーランド結構行くんですか？東京ディズニーランドは札幌で東京もよく行きます。あ、そうなんだ。好きなんですね。好きですね。ユニバーサルもよく行きます。あ、そうなんですね。ユニバーサル行ってディズニー欲張りですね。結構